さあ今日もね、双葉書道会のマス目押しを使って泉書いていきます。まずね、水単体での書き方覚えておきます。結構ね、重要なのがこのオレンジの部分の、これね、縦線のちょうど中心にあたる部分なんですよね。意外とこの2画目の位置ってこの中心から突き出るんですよね。まあ、この1つ目に良くない例として、2画目が上に上がってしまうと頭が短くなってしまってちょっとダサくなってしまうので、だいたいこの羽根付きの縦線の真ん中の位置から2画目がスタートすると覚えておきましょう。で、2つ目に良くないのがこちらですね。羽根付きの縦線と左払い右払いの長さ、まあ、下の右のラインが揃ってしまうことですね。これ手長族じゃないですけど、足が短く見えてしまうので下のラインは V にしてあげましょう。で、泉でね、全体で良くないのが、この白の部分が幅広くなってしまうとすごい太って見えてしまうんですよね。考え方は左払い右払いをいかに左右方向に広く見せつけると考えるんで、白って結構短くないといけないし、この横線やこの左払いも中心に向かって狭いですよね。おすすめは白を縦長にしてあげるっていうのがね、コツになるんですよ。白縦長、水は横長が美しいバランスになります。さあ実際に書いていきますね。縦長にするっていうのは1画目と2画目が空いているし、結構これが長いんですよ、思ったより。結構ね、上半身広くして下半身狭くする方が大人っぽくなるので注意が必要です。で、この縦線書くんですけど、まあ、やっぱりね、水単体よりは短くなります。で、結構やっぱり、下目ですね、思ったよりも。ここに結構余白があると綺麗なんですよね。そしてこの左払いも短くしないといけない。これを長くしてしまうと右払い短く見えてしまうので、これを短くします。で、これを右方向に長くすると綺麗になるんですね。やっぱり下のラインが V になると美しくなりますよね。さあ続いて筆ペンで解説していきます。まあ、横線を細くするんですけど、白を書く上で結構やっちゃいけないのが、この縦線と同じ太さになってしまったり、真ん中の横線がこの半分の位置に来てしまうと下にこうやって下がってしまうんですね。こうするとね、字ってね、かっこ悪く見えてしまうんですよ。で、白の書き方として正しいのが、この縦線に対して半分の太さで横線入れます。もう半分以下だと思った方がいいですね。で、真ん中の横線を細くした上で結構上目に詰めるんですね。で、ここの余白は均等にしたいのでここに書きます。縦線のこのお尻の部分が下に2つ突き出ると綺麗になるんですね。で、あとはね、無駄にここをこうひっつけて書くとちょっと窮屈な印象になって、子供っぽい押し打ち的な字になってしまうので、私は必ずパーツとパーツの間に余白を開けます。ここから書くんですね。まあ、その分ね、この縦線自体はそんなに長くないんですけど、こうするとここに隙間が生まれて大人の余裕が生まれるんですよ。これね、すごい重要。さあ実際にね、大きめに今日は書いてみましょうか。筆ペンは突き立てるように書きましょうね。垂直気味に書きます。この縦線が、ちょっと垂直に立てるの見えなくなる、ちょっと右に立てますけど、こうやって横線が細いですよね。今極端に横線細くしてみますけど、まあ、これぐらい細くしてもね、問題ないぐらいなんですよね。横線細くしておけばとりあえずは大人っぽい印象になりますね。こうすると綺麗に見えますよね。さあ続いて大筆で解説していきます。羽根付きの縦線って難しいですよね。今日ちょっとポイントにしたいのが、筆を前に倒してしまうと羽の部分のお尻ってこういう風に平らになってしまったり丸くなってしまうっていうのがあるんですよね。指を使ったり手首を使ったりすると縦線のお尻の部分って絶対平らになるんですよ。で、これコツがあって、最初ってやっぱ垂直なんですけど、手前に倒していくようにして書くんですよ。で、この段階では結構ご自身の体の方に倒れるんですね。倒した上で左方向に跳ねると、ここって角になりやすいんですよね。まあ、よく考えてみると、筆が前に倒れるってことは、筆が平らになってしまって、こうやって刷毛状平らになりますね、お腹の部分。だから平らになるんですよ。だから前に倒さずに、手前に倒すことによって、こういうふうに、押しって角になってくれるんですよ。手前に倒すことによって、こうやって V のラインになってくれるんですね。これすごい重要なんですよね。だから指先手首は書道の世界ではよく使うなって言われてるんです。こう曲げてはいけないって言われてるんですよね。さあ実際に書いていきましょう。縦線が結構長めですね。で、横線は細い。縦長なんですよね、白はね。で、横線細い。横線細い。縦線は太めで意外と短い。
で、このね、そんなに長くないこの縦線を短く見せるために、この2画目以降、水の2画目以降はだいぶ縦狭くしないといけない、まあ、横広くするという言い方にもできますね。ここから書いちゃうと縦線短く見えちゃうんで、この辺からめちゃめちゃ開くんですよ、うん、そして右払いも横方向に開く感じですね、まあ、やはりここのラインが V になると綺麗になってくれます。さあ続いて行書ですね。行書は曲線的になり、このね曲がり角もね丸くなるんですよ、まあ、そこそこに線をつなげると綺麗になりやすいでしょう。でね、横線の斜め上がりがこういう風にバラバラになるんですね。でこういったところも丸く描きます、うん、右払いの先っちょもさっきみたいに角っぽくなくて丸くすると行書っぽくなるんですね。さあここまでが美文字です。ここからはお遊びです。私の中で泉ってすごい女性的で綺麗なイメージあるので、さっきの行書より余白を生かして綺麗な感じにしていきましょうか。余白を生かすっていうのは線を細めにして線と線の間を開けていくんですよね。私計算しているのがここの半紙の端よりもちょっとこう広めにして、今度はここの縦の余白を見るんですよね。でここを見て使っていない余白作るんですよね。数字で言うと1、2、3ぐらいにしました、うん、少し、ね、余白を生かすためにここもう一回広げても良さそうですね。少しこれよりは広めにしました、うん、で余白を生かすために、まあ、真ん中だとちょっと中心取りすぎてちょっと面白みがないので右にずらしたりして余白とかを作っていくんですね。で今あえて太くしたんですけど、ここの部分を黒くすることによって周りの白い余白を生かすんですよね。で、まあ、この中で使っていない太さを使う方がいいかな、まあ、面白いのはちょっと一番細い線を使ってみても綺麗になるかもしれない。私が考えたのは今まで使っていないぐらい細い線を使うと綺麗になるかなとか考えてるんですよね。でこれに線に遊びを加えて書いてみるんですよ。そうすると筆を開かせたりかすれさせたりすると遊び、まあアートっぽくなりますよね。先ほどちょっと面白いことしたいです。なんかザルみたいなの用意したんで、なんか丸を作りたいんですよね。でこの上にいろんな適当に周りに色をつけていきます。大事なのが適当感、なんか作り込みすぎない。でまた色味の違うのを使っていきます。まあね、3種類ちょっと色作りたいですね。中もちょっとつけましょうか。さあどうなるかな、見てみましょう。うん、面白いですね。じゃあここにね、ちょっとね使ってない筆を使って少しあえてこうボロボロになった筆でね、パサつきを表現し雰囲気作っていきます。はい、いかがだったでしょうか。泉結構綺麗ですよね。うん、結構他にもこういうチラシとか、あの金プ、あ、なんだろう、粉、水色の粉ですね。これがあるともうちょっと水面感が出るかもしれないですね。うん、ほい、キラキラして綺麗でしょまあね、こういう作品はね、今度の6月の展覧会で、飾ろうかなと思っています。東京芸術劇場ですね、うん、池袋の東京劇場で、東京芸術劇場で6月の1日から5日間ぐらい、展示しようかなと思ってますので、まあ、またね近くになったら告知いたします。以上です。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか今日は最後にちょっと余ったんでスプレーを使っていきます。書道っていろいろあって面白いでしょ。まあこれ書道じゃないんですけど、うん、私のね心情こだわりはですね、遊ぶために勉強する。遊ぶためにはなんか技術とか知識経験が必要だと思うんですよ。あとちょっとしたお金ですよねだからね、遊びのためにもたくさん勉強しないといけないんですよね、まあ、たくさん勉強したい方はぜひね、双葉書道会のホームページを見て、まあ、全国に散らばる先生、素敵な先生方いらっしゃいますので、そちらの先生の、体験教室に行っていただいたりとか、まあ、私の教室ねちょっとね、大体満席なんですけれども、空いてるとこはありますので、ぜひ体験にいらしてください。まあ、それとオンラインもありますからね。以上です。ありがとうございました。